はようございます。今日は福島県の、アルツバンダイですね、に来てます。こういうスキー場ですね。初めて来たんで、僕隣の猪苗代とかよく来てるんですけど、大会とかね、子供の頃中学校高校とか来てるんですけど、このアルツバンダイは初めてです。まあ雪はちょっとこうべしゃべしゃな感じですけど、上はまあそこそこいいみたいなんで、これから上がってきます。ということで今日はですね、ちょっと一緒に滑る方が来てまして、この方です。どうも、小さな石田純一、小石田純一です。トレンディお願いします。お願いします、はい、まさか一緒に滑ってもらえるとは思わなかったです。そうですね、僕も、はい、ありがとうございます。いいえ、はい、トレンディなシュプールを描きたいと思います。今日白じゃないんですね。はい、白い。そうですね、白だともう雪と一緒になって、はい、僕がどこにいるのか分かんなくなっちゃうんで、はい、いつでも見つけてもらえるように。そうですね。あれ、あのピンクのカーディガン、ピンクのカーディガンですか。はい、そうですね、はいはい、車の中にあります。あ、車の中あるんですね。持ってきてるんですね。はい、一応何があってもいいように。はい、ここです。ここにつけるため、ちょっともう土見えてる。うん、さあ、ということで、はい、普段よく滑るんですか。普段ですか。うん、いや最近はでもワンシーズンに1回行くとかぐらいです。へえ、はい、でもまあ行くんです。毎年、ほぼ毎年みたいな。毎年1回は行く感じじゃないですか。はい、そうなんですか。あ、なんかまさかスキーをするとはそうですね、思わなかったんですけど。今日はあれですかね、道具は割とこうレンタルというか。そうですね、はい、あとストック、はい、レンタルですね。ウェア自前ですか。これ自前です。ちょっとこう、あれですね、何ですか、年季は。そうですね、入ってような感じの、はい、はい、大学生の頃に着てたやつをまだ使ってるんで。お、はい、あ、じゃあ大学生の頃からスキーやってたんですか。大学生の頃はスキーサークルで、はい。なるほど。めっちゃ滑ってました、大学生の頃。冬の間ずっとスキーサークル。はい。え、なんかあれですか、競技とかですか。競技、基礎とか。基礎スキーです。あ、基礎スキー、はい、あ、じゃあ僕と一緒じゃないですか。一緒ですね。サークルは行ってなかったんですけどね、僕大学行ってないんで、はいはいはい、サークルではないんですけども、基礎スキーずっと今やってるんで。へえ、やってました。じゃああれですか、岩竹とか。岩竹出てましたね。これ衝撃の事実です。なかなかスキーやってる人からしたら、もう岩竹とかもそうですし、通じますからね。ね、技術戦、はい、学生版の技術戦ですからね。はい、そうですね。すごいな。普通の人は一切伝わらない。そうそうそう、絶対伝わらないけど、僕のチャンネルの方はびっくりしたと思います。団体戦みたいなのやってました。やってたんですね。はい、作って、団体戦と個人戦と。はい、出てましたね。え、何年間やってたんですか。何年間、はい、4年間スキー。あ、はい、もう4年生までずっとやってたんですか。そうですね、はい、僕も、うん、多分スキーとかしすぎたのか、うん、留年とかしまして、はい、はい、5年ぐらい大学行ってたんで。ちょっと長いですね。人よりちょっと長かったんで、はい、人よりもうちょっと滑れましたね。大丈夫です。僕の知り合いに7年行ってた人。あー、つわものですね。好きばっかりだった。7年はやばいですね。そう。もう友達いないですもんね。そうですね。7年もいると。一人だけちょっとこう、顔の感じがね、シワが老けてるから。大人になってますもんね。すごいです。まさかの学生の頃にスキーやってたってこと。あー、やってました。じゃあ、あれ、じゃあ、腕前というか、足前というか。でもまあ普通ですね。普通にまあ、はい、なんか9とか1級取りましたね。お、まあ、それじゃあ学生の頃ですか。はい、学生の頃です。ああ、なるほど、はい、あ、じゃあちょっと楽しみですね。まだ一本も一緒に滑ってないですからね。そうですよね。直撃のありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあ滑りましょうか。お願いします。長い、このリフト。なんか周りの景色あんまり見えないけど。木でも囲まれてますね。そうですね。
そうですね、だいぶ春な感じ、なんか花粉とか飛びそうな、あ、杉花粉がすごそうですね。すごそうですよね。ちょっと僕今年か去年あたりから花粉がやばいので、そう、花粉症、あれ花粉症じゃないですか？僕大丈夫です。さすがトレンディ。いや関係ないでしょ。何でもかんでもじゃないですよ。上がってきたら広いですね。はい、すごい。なんか下から全然こんなコース見えなかったですけど、高いですね。急にそうそうそう、意外とすごい。展望台。あ、トレンディしなくていいですか？トレンディするってなんすか？トレンディの使い方は自分流か。すごいですよ。あ、ちょっと違うか。お、お、うまいな。お、軽やかです。だいぶ軽やかです。お、カービング、お、うまい。トレンディー。怖っ。あ、うまいじゃないですか。すげえ。怖いですね。雪が滑らないですね。なんかそうっすね、やっぱちょっとこう春雪なんでね。あ、よし、じゃあ、てか気づきました、これ。はい、猪苗代湖。あ、すげえ。すごいですよね。湖。有名なやつですね。そうです、そうです。あの、なんか隣に猪苗代スキー場っていうのがあって、はいはいはい、僕高校の頃とか中学校の頃大会でそこ滑ってたんですけど、はいはい、そこはスタート台からもうこれがこういう感じで目の前に見えるんですよ。すげえ。そうそうそう、まあそれをちょっと思い出しましたね、そういえば。めっちゃいい景色です ね、上がってこなきゃ見えなかったこのズドーンという猪苗代湖、すごいわ。ここは普通の斜面ですね。あ、なんかバンクとかありますね。あ、ここがあれだ、なんかパークっぽいとこだ、はい、でもなんかそんなにこうハードな飛びがある感じではないって言ってたんで、はい、ちょっと行ってみましょうか。じゃあどうぞ。はい、うまっ。トレンディー。こっち見てる。さあ、ちょっと一本滑ってみましたけど、どうですか？そうですね、アルツバンダイ。いや、気持ちよく、気持ちよかったですか？滑れますね。これ雪が良かったらもっといいですね。はいはい、なんかコースすごいなんか滑りやすいですし、はいはい、長くてちょっといい感じの長さで。そうですよ ね、ちょうど面白い。そしてすごく気持ちよさそうに滑ってましたけど、はい、気持ちいいですね。スキーはいいですね、やっぱり。はい、いいな。はい、いいです。トレンディーだね。よし、じゃあ2本目、はい、今度ちょっと違うコース行ってみましょうか。行きましょう。あのこっちの左側の、上に上がったら何個かね、いっぱいコースがあるんで、こっちの方ちょっと行ってみたいと思います。はい、とりあえずさっきのコース行って、あそこ左ですね。はい、どうぞ。はい、うん、こっちです。わ、コブあるな。結構広いですね。広いですね、やっぱり。いいね、ここ。いやー、雪いい時来たいな、これ。ちなみになんかあっちにあのコブのコースあるんですけど、はい、コブ行けます？
コブの話は急に止まりましたけど。コブ久しく滑る、今年一回も滑ってないです僕。怪我したらまずいですからね。はい、でも全然滑りたいですコブ。あ、本当ですか。はい、じゃあちょっと様子見ながら。はい、まあ、春のコブなんでそんな硬くないから多分危なくはないと思うんで。結構長いですかねこのペアリストもね。だいぶこう、まあ、リフトだからゆっくりな感じですけど、このスピード加減トレンディですか。そうですね、やっぱり恋もリフトも焦らずにってことですね。こんな無言になります。恥ずかしい、恥ずかしい。あ、花粉が、花粉がやばいです。あ、ゲレンデマップがあった。わー、なんかこっちもいいですね。こんな上に緩斜面あるんだ、いいな、ゆったり滑れる感じで。ブラックバレーエクスプレス乗ってきたのかな。そうですね。あー、じゃあまだまだあるんですね。今半分ぐらいですよ。すごい。これですもん、このリフトに今乗ってきたから。まだこっちがありますね。めっちゃ広いっすね。すげえ。いや、かっこいいなここ。さすが、すごいすごい。おいや、恐れ入りました。すげえ。すごいですね。恐れ入りました。いえ、やっぱり、はい、恋もスキーも山あり谷ありですからね。こんな質問になりますいつも。あれ、いや、うまくまとめたなと思って感心してたんです今。そうなんですか。すげえ、コブ。うまいな、本当に。おい、いや、コブも楽しいっすね。コブ楽しいっすね。いやー、面白い。面白いですね。いいコースでした。はい。小石さん、あれですね。はい、せっかく前のに、なんだろう、格好とか道具が、ちょっともったいないかなと思うんですけど。もったいないですか。なんか新しいの持ってないんですか。いや、もう。道具とか。持ってないです。時は止まってます。ちょっとかっこよく言わないでください。ちょっとでもごまかそう。あ、僕の道具あるんで、はい、ちょっと着てみません。いいんすか。はい、ぜひ。最近の感じに、ちょっと、はい、じゃあ最近の感じに行きますよ。はい。かっこいいですね。ありがとうございます。いやー、今風です。あー、嬉しい。今風やっと時代に追いつけました。はい。ちょっとでもなんか頭がきつそうな感じあるんですけど。そうですね、若干サイズが小さくて。はい、ちょっと頭は痛いです。頭。いや、でもいいですよ。はい、ありがとうございます。よし、じゃあこれで滑りましょうか。はい、はい、行きましょう。